はい、皆様こんにちは、加用麻里乃でございます。今日はですね、行政書士試験の難易度はということでですね、プレミアム金融コラムさんに掲載されていたテーマをですね、元にお話をしていきたいと思うんですけれども、まず行政書士試験というのは偏差値で表現するとですね、60から64ぐらいにあるというふうに言われております。でこれはですね、1000人いたとするとですね、60番から150番くらいには入らないと合格しないってことなので、そう見ると結構ですね、難易度高いように感じられますね。1000人いて150番までに入るって結構大変ですよね。で勉強時間にするとだいたい600時間から1000時間ほどの勉強時間が必要と言われております。ちなみに私は3倍ルールの持ち主なので、予備校とかがね、インターネット上でこの試験がこのぐらいの時間で取れますよって言われたら、その3倍ぐらいはね、やっぱ合格までに必要かなと思っているので、そういう意味では1800から3000ぐらいね、必要なのかなとか、ちょっと思いましたけれども、だいたい一般的には600から1000と言われています。で科目に関しては法令5科目と一般知識、ということで3科目か、一般知識3科目が出題されると。で、このですね、試験のその出題に関してはですね、この法令5科目一般知識とかっていうのも、実は今もう今タイムリーな話として、試験のですね、ちょっと見直しっていうのがね、今されるかどうかっていうところになっていますね。行政書士結構ね、実務ではさまざまなですね、分野に関わっていて、その関わる分野の重要性から試験もね、それに合わせた方がいいんじゃないかということで、行政書士受験生は今のうちにね、急いで取りましょうなんていうね、話今なってるぐらいですね。それぐらい試験とですね、実務ちょっと差があるということだと思います。で試験時間3時間、択一記述合わせて60題ということですね。行政書士のですね、記述っていうのは司法書士の記述とはもう大いに異なって、司法書士の記述本当にガチでやらないと受かりませんけれども、行政書士の記述ってあれなんですよ、もう何文字以内で表せっていうやつで、めちゃくちゃ文章短いんですね。確か20文字とか30文字程度しか書かないんで、めっちゃ短いです本当に。はい、で司法書士は記述ってもう異常なぐらいね、労力かけますけど、というかそこがね、合格へのなんか壁みたいにもなってる部分あるんですけど、行政書士の記述はあんまり記述っていうような感じではないですよね。ただもちろん得点配点的にはね、ウエイトをちゃんとあるものですから、しっかり勉強する必要があるんですけど、こういう感じになっていると。で、行政書士に関しては4万人ぐらい受験して、だいたい 10から15% 合格率がありますよってことなんですが、他の試験と比べると社会受けのお店は38,000人で 6から7% 合格率で1000時間ぐらいの勉強時間で、司法書士に関しては1万4000人受けて3から 4% の合格率で3000時間ほどの勉強ということで、こういう他の資格とこう比べてみてもですね、行政書士比較的ですね、めちゃくちゃ難しいかというとそうではないのかな、難しすぎはしないっていうところですよね。はい、ただ範囲がですね、膨大なんですよ。特に一般知識っていうのはもう対策のしようがなくて出たとこ勝負っていうところがあるので、このあたりはですね、大変なんですけど、ただ一つ一つ学問がものすごく深いわけじゃないので、そういう意味では難しくないのかなとは思います。例えば憲法とか出るんですけど、憲法って学問的にめちゃくちゃ深いじゃないですか本当は。でも出てくる問題の数がもう1問何問とかそういうレベルなんで、しっかり勉強する必要がないっていうところですよね。結構表面的にバーッと横断的にダーッと勉強するっていうのが言われる行政書士の特徴かなというふうにね、思います。であとは合格率っていうのはこの結果論でしかないので、あんまり当てにする必要がないと思います。司法書士も、それは司法試験も会計士試験も全てそうですよ。司法書士の試験っていうのは、これ今書いたように合格率3から 4% って書いてありますけど、これ確かに合格率だけで見ると、たった 3% しか合格しないのっていうところで絶望を感じると思うんですけど、でも本当にですね、しっかり勉強してる人の中で、合格率見てきた時に 3% しかないかというとそうではないと思うので、これ結局募集団の質なんですよ。行政書士も司法書士もそうですけど、誰でも受けられるじゃないですか。でみんながみんな、じゃあしっかりとですね、1年間勉強してきた人ですかって、全然そんなことなくて、もうほとんどの人が本屋のテキスト買ってできるだろうと思って望んでやったりとか、別に勉強してないのに本当にね、受験するような人ってもう大勢いるわけですから、本当に1年間ガチで勉強してきてやってみるっていうような人だけで集めたら、大体 20% ぐらい合格率あると思うのでね、肌感的には。だからそういう合格率って関係ない、自分が別に努力していけば合格率っていうのは一切関係ないのでね。ただもちろん難易度見る時のその指標ではありますけど、特に関係ないので、そういう意味では自分がやりたいことを進んでね、やっぱ勉強していくってことが当たり前ですけど、それが大事になってくるかなというところですね。はい。
まあ、そんな感じで行政書士試験の難易度ってことでね、お話ししましたけど、行政書士試験ってちょっと試験の性質がですね、絶対的評価の試験で180点以上取ったら合格っていうようなね、試験なんですよ。だからその年の問題の出来によって結構合格率変わってくるので、司法書士とかだと全体の出来を見て基準点決めるんで大きくぶれないんですけど、行政書士試験は本当にその年のですね問題によりますから、まあ、なんとも言えませんけれども、まあとにかく、まあ、そんなに難しくはないというのが、ね、結論でございます。はい、ということで本日は行政書士試験の難易度はということでご紹介させていただきました。今日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。